はい、お久しぶりです。安西アンテナのお時間がやってまいりました。お久しぶりですね。この前、結構前にですね、レビューしようかなって思ってたアプリがなくなっちゃったんで、まあそこと同じ会社から出てるアプリをね、今日は紹介させていただきたいと思います。皆さんも LINE ね、使ってると思うんですけれども、そちらの方から出てる、特殊な、カメラアプリ LINE カメラ、この LINE カメラっていうアプリなんですけれども、画像がね、いろいろね、フォトレタッチソフト、まあ自撮りメインのカメラアプリ、さらに、フォトレタッチソフトとなっております。で早速、紹介に入っていきたいと思うんですけれども、では、カメラからいきますか。こういう感じでね、僕映ってるんですけれども、下にこういろいろプリセットあるんですけれども、これ結構すごいんですよね。顔認識が、できるので、顔認識から例えばこの手前のウサギとかに、ほら、これ、写真でも撮れるし動画でも撮れるんですけれども、あと個人的に、すごかったのがこれ、芝刈りくん、これやばいっすよ、ほら、あー完璧。はい、写真撮りました。でね、例えばフィルター選びます。結構こういう感じに。で、これすごいのがね、プリクラと同じ機能みたいなのがついてるんですよ。なんで、例えば、肌の色の明るさを飛ばしてみたり、滑らかさを足してみて、で、さらに顔をね、こう、顔のパーツをね、こう選べるんですよ。顎をちょっとシュッとしたいな。グーッと上げていくと、ボーン、小顔効果みたいな。で、目をね、大きくしようみたいな。拡大をマックスして、はい、目でかくなりました。で、そしてタッチ補正っていうのがありまして、スリムにしたいところを選びますと、もっと顎をスリムにしたいなみたいな、はい、スリムになってきました。で、目をもっと大きくしたいなみたいな、そして、で、ボリューム、髪の毛にボリューム欲しいなと、はい、ボリューム上げました。そして鼻をちっちゃくしましょう。ここは小顔効果で、小鼻効果で、ほら、ちっちゃくなりました。スキンケアね、大事ですよね。スキンケア、ニキビね、ないんで、まあ、シミとかね、若干このほら、ここにほくろがあるんで、これを消していこうかな。お、ほくろが薄くなりました。ヒゲがね、ちょっと気になる。こうさあ、保存完了。で、この画像をLINE のね、人工知能高校生で、わかりますか、リンナちゃんって言うんですけれども、そのリンナちゃんにちょっとこの画像を送って、反応を見てみましょうか。さあ、リンナちゃんに送ります。はい、リンナちゃんに関してはまた個人的にやりたいんですけれども、AI 女子高生、マイクロソフトが作った AI 女子高生、なんかね、いろいろ結構トークがね、遊べるみたいなんで、ちょっと、注目してみたいかなと今度思います。以上ですかね。はい、以上な感じです。お久しぶりな安西アンテナでした。さよなら。はい、というわけで安西アンテナ、久しぶりの回どうだったでしょうか。まあ、リハビリっすよ。リハビリっす。久しぶりだったんでね。まあ、そんなわけで、なんかね、腹が減ったんですよね。カップラーメンは、まあ、星の数ほど生まれて、今日はちょっとカップラーメンをね、紹介したいと思います。こちらは、エースコックから、ね、エッジシリーズっていうのがありましてね。例えば、まあ、めっちゃ油入れましたとか、めっちゃ辛いシリーズとかあるんですけれども、刺激足りてるちゃちゃって音声が入ってなかったんで、ちょっと途中から開けちゃったんですけどね。そう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 、はい、
来ましたよ。5分待ちます。いや最近どうですか皆さん、ちょっと刺激足りてますか？刺激足りてないですよね最近ね。最近ですね、僕マックのポテトがすごい好きで、もう毎日食べてるんですけれども、これかっこよくないですか、これ。そういやですね、ついに野球始まりますよね。野球、まあ、ぜひともねベイスターズ勝ってもらいたいんですけれども、じゃあ時間になりました。はい、激辛スパイスを入れて油入れます。うわー、これ皆さん見えてます、これ赤いです。あ、ギリギリ、いやこれ絶対辛いんじゃないかなってね思うんですよね。いただきます。これ絶対辛いんだよなこれ。ちょっと待って、いきなりやばくないですか、俺。いきなりやばいっす。あのセブンイレブンとかにも蒙古タンメンってやつあるじゃないですか。あれも結構辛いんですけどね。あ、これもどんどん来てますね。じわじわ来てます辛さは。そういやね、辛いと言ったら、あのこの前ライブでジャパニフェスタ、ご来場いただきありがとうございました。あの時ね、あの時あの辛いシュークリーム食べたじゃないですか。あれほんと辛かったんですよ。あの食べたのね、お腹がなんかぐるぐるするみたいなね、まあ、今もね結構口の周り結構辛いんですけれども、まあ僕一回あの酔っ払って居酒屋であの七味唐辛子をね一気したことがあるんですけども、卓上のやつ、あれもやばくてね、もうお尻がねヒリヒリって言うんですけども、まあそこまではなんなかったですけど、だいぶやばいっす。ぜひとも、ロシアンシュークリームやってみたらねいいと思いますよ、ほんと。まあ、それと比べちゃうとちょっとねこれ刺激足りないっす。足りないっすよこれ。というわけで刺激足りてるっちゃ、いただきました、まあ、結構辛いねこれ。やっぱエッジって聞いてるだけあって、この驚きやりすぎ。まあ一応ね、あのさ結構前に出てたあのちょっと大きいサイズのあの辛いやつ、あれが一番ねすごい辛かった気がしますね。まあ、これも全然辛いんで、まあ全国多分ね僕の近くにってあるんですけど、まあ、そこに、置いてたりします。そんな感じで、ぜひともこれ食べてみてください。以上、食レポっす。